基地は天馬宮は埼玉県久喜市吉羽あざまい358にある神社。基地は天神社、または単に天神社とも称される。7月25日には獅子舞を奉納する行事がある。この行事は戦前までは盛んであったが、戦後になると次第に衰退し途絶えていた。その後、1962年頃の獅子舞に関する録音テープが発見され、 1982年により、徐々に復興され現在に至っている。この姉妹は、久喜市の無形民族文化財の一つである。この他に、かつて日渡り行事が1月25日に行われていたが、今日では行われていない。この行事には、日渡りをすると長生きをするという伝承がある。天津地形大地面積は734坪である、境内施設として本殿、鳥居、 社務所、社僧、長寿社、天神様児童遊園、灯籠、1798年納の阿寮と、雲形の狛犬一対、1783年納の道標、便所などである。南側には小高い山が存在しており、その山の上り口付近に、武州埼玉郡基地、羽村と掘られた石碑が所在している。また道地は、久喜市の自然環境保全地区となっている。 そのため、プラタナスムクロジュなどの保存樹木も植生している。展示に池は、久喜市吉羽あざ前に所在する池である。基地は天馬宮の南方に所在しており、明治期の記録である、武蔵国軍村市には、東西13カンパチ分南北10カンパチ分周囲45県村の南方あざ前にありという記述が見られる。この池には、丸い池を7、周りするとおろちが出る。 というものや、昔、池に、おろちがいて引き込まれるという伝承、伝説がある。経営大社として、御嶽神社、浅間神社、稲荷神社、猿田彦大神、妙義神社、11面観音が祀られている。ありがとうございます。